ジャブとちょっとそれしか打てないとダメ、はい、ああいうクリアジャブで打てないっていう感じで、それをただパーンと合わせていくんです、はい、そうそうそう、今ので今でこうやってパーン、あとは指示してくれれば右とか左とか言ってくれれば、はい、右って言われたら僕右打つし、左って言われたら左打つし、はい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 でやると、あ今、なんか打とうとしても、まあ、いないな、みたいな。ああ、そうですか。そうです。距離が多分、その、あんま詰まんないと思うんですよ。あまあ、もちろん来てくれてないからだけど、あはい、あずっと距離が、多分届かん距離で、やられてるので、打っとって、うん、打てないって感じだと思います。だから適当にジャブとか、はい、あじゃあ、バーンって。はい。はい、でもこうやって耐えられると嫌じゃないですか。ああ、本当に場所。そうっす、嫌嫌で。はい、あとは適当に。はい、ジャブ。さっき作ったんですよ。まあ、角度を作って。あなるほど今、重いストレートしたかったので、はいはいはい、こっちに変えといて、はい、右手やったんで、あなるほどそうっす。強いのを打てるように。あそうっす。さっきのはジャブとか言って、右に急いだなと思ったんで、はいはい、だから私、回っといてもいいです。打たなかったら打たなかったら、左手でここで打ちやすいし、なるほど右と右でここを回せばいいです。そうですね、ジャブでこういう感じで移動しておきます。そうですね、僕に対して斜めになるので、はい、僕はお腹が切りやすいじゃないですか。そうで別にそれが当てが外れてジャブって言われて、僕にしたらただ、そうっす。めちゃくちゃ体重乗せやすい。あどっちに転んでもいいってことですね。なんでジャブって言われて、あ、逆にこうやって場所変えて、右って言われたらもうすぐお腹回せます。なんでジャブって言われて、パーって回って、で、はい、もう一回ジャブって言われたら、こうやってやると。はい、いいし、はい。右とかが打ってきたとしても、かわしてボディとか振るから、なんとでもいけるし。はい。っていう。まあ、お互いに考えながらやった方がいいですね。だ僕だとあんまり近づきすぎると危ないから、はい、さっきの話、ジャブとか言われた時も、ちゃんとこう、はい、こうやって、距離だけこういう感じで、はい、ジャブって感じでやると、常にここにあるから、こうなんです。ここにセットしてると。これはここだと、あれですか、見えるし。なので、ジャブって言われた時に、常にこういう感じであれば、右手で言われたら、今やばいですからね。だからこうやってやりながらも、そのいつ、どうやって、あ、今倒せる位置かなとか。を確かめるんですね、はい、ちょっと僕に対して真正面から両方もらうわけですよ、僕がパンチを。で、こうしとったら基本はもらわない。もらわないし、見やすい。僕にしたら体勢が。こうすると両方見なかったんですけ ど、こっちやったら右は、そうです僕は通しやすいけど、っていうことです。なので、そのミットを僕が受け取る人に対して、はい、自分が僕が打ちやすいところに自分の持ってくるんですね。なんで、適当にジャブとか言ってもらっても、はい、例えば、ちょっと近づいてさ、でジャブってさ、バーンって感じで下がらせるっていうか、強くって、はい。下がってくれたら、あ、いけるな、みたいな。で、前に突っ込んでくればまたジャブで、場所を取り直して、こうやって移動して、とか、っていう感じです。だから、要は、受けてもらうんやったら、自分が、こう、操作していくというか、まあ、そんな、あれですけど、フィットネスとか、まあ、あれですけど、はい、プロとかの子やったら、多分そうじゃないですかね。自分ね、ジャブって言われたら、ただ単にジャブって言うちにこうやって殴りながら殴られるんで、はいはい、ジャブって言われても、そのままバーンってこうやって場所取ったりとか、こう距離をちゃんと測っておく、はい、そういう感じです、立ち位置とか。を、まあ、多分、まあ、いろいろ受けてったら多分分かってます。あ、いろんな人のやつ受けてみれば。ただ、その自分のもう自由でいいんで、ただ前行くのか、横行くのかって言っていたら、こうやって、こうやってずっと回ってると、自分のためにもなるんで。そうです。だから何も考えずにこうやってやってるだけなんで、じゃなくて、はい、ジャブって言われて、前に来る、はい、後ろ下がりながら、はい、ジャブって、そうです、後ろ下がってからジャブですよ。後ろ下がっていただいて、はい、ジャブって言われたら、蹴れる、はい。で、前に来たら、下がりながら、パーンと打てるから、相手が、はいはいはい。近づいたときに、こう下がりながら打てるとこやったら、はい、あちゃんと蹴ってるんやな、分かりやすいです。はい、そういうことです。まあ、そう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 。その前となって来てるときこの足取ったら、ああそうです。そうそうです危ないから。まあ上手いかどうかっていうのは距離を一定に保てるかどうか。その受け取ってるときに相手が距離をその自分が今殴れるなみたいなやったら雨よろしくな。
だからちゃんと一定の距離を保って、あいつでもこれやべえなみたいな、受け取ってもあこれ怖いなみたいな、とかやったら、はい、打つとこにもいないとか、さっきのこういう細かい足の動きとかでも、なんか嫌な立ち位置に来るじゃないですか。そういうのが、なんかその自分がもしやばいなみたいな、その位置に降りると、逆に、はい、そういうのもそういうのです。はい。